L.M. モンゴメリー、ルーシーモードモンゴメリー、ルーシーモードモンゴメリー、1874年11月30日から1942年4月24日はカナダの小説家である。赤毛のンの作者であり、本作を第一作とする連作シリーズ、アンブックスでよく知られている。彼女の小説は英語で記されている。 ルーシー・モード・モンゴメリは1874年11月30日に、カナダ東部プリンス・エドワード島のクリフトン、現在のニューロンドンで生まれた、スコットランド系とイングランド系の祖先を持つ、父方の祖父は、上院議員。モンゴメリが、生後21ヶ月、1歳9ヶ月の時、母クララ・ウールナー・マクニール・モンゴメリが結核で、亡くなると、父ヒュージョン・モンゴメリは、 カナダ西部へ移住したため、モンゴメリは、キャベンディッシュの農場に暮らす、母方の祖父母、アレクサンダー・マーキス・マクニールと、ルーシー・ウールナー・マクニールに厳しく育てられた。マクニール家は文才に恵まれた一族で、モンゴメリは、祖父の死の朗読をはじめ、おばたちから多くの物語や思い出話を聞いて育った。しかし、一部のおばたちを除いて、保守的な祖父、口うるさく支配的な祖母、 モンゴメリの欠点をあげつらう親族のことは嫌っていた。1890年には、父とママ母と暮らすため、サスカジュワン州のプリンスアルバートに送られたが、1年後には、プリンスエドワード島の祖父母の家に戻っている。11歳しか年の違わないママ母からは、子守と家事手伝いを命じられ、勉強をしたいという夢を打ち砕かれるが、この時期に書いた詩やエッセーが、新聞に掲載され、 作家を目指すきっかけとなった。1893年、キャベンディッシュでの中東教育を終えたモンゴメリは、シャーロットタウンのプリンス・オブ・ウェールズ・カレッジへ進学した。2年分の科目を1年で終え、1894年に一級教員の資格を取得した。1895年から1896年にかけて、ノバスコシア州の州都ハリファックスのダルハウジー大学で、 長生として文学を学をんだ島にある様々な学校で教師を務めた後、1898年に祖父を亡くし、未亡人となった祖母と暮らすために、キャベンディッシュに戻った。祖父は地元の郵便局長も務めていたため、死後その仕事をモンゴメディが引き継いだ。1901年と1902年の短期間、ハリファックスで新聞社のデイリーエコー社に、 記者兼雑用係として務め、1902年に祖母の世話をするため、再びキャベンディッシュに戻った。ちょうどこの頃、すでに雑誌向けの短編作家として、キャリアを積んでいた彼女は、最初の長編を書く気になったという。気難しい祖母との辛い暮らしの中、相談相手となってくれた、長老派協会牧師ユーアン・マクドナルドと1906年に、婚約。 1908年最初の長編小説、赤毛の案を出版し、世界的ベストセラーとなる大成功を収める。ユーアン・マクドナルドとは、祖母が亡くなった直後、モンゴメリ36歳の1911年7月11日に結婚し、英国、スコットランドへの新婚旅行の後、オンタリオ州、リースクレール、ゲンダラム地域アクスブリッジに移り住んだ。 モンゴメリは続く11冊の本をリースクレールの牧師館で書いた。1919年に最も親しかった10枚のフレドリーカ・キャンベル・マクファーレンを病気で亡くす。この喪失感は生涯続いた。1926年に一家はノーバル、現在のオンタリオ州ハルトンヒルズに移住した。1935年にフランス芸術委員会員となり、また、 大英帝国訓議も受けた。同年、一家はトロントへ移った。モンゴメリは1942年にトロントで亡くなった。アンの思い出の日々を書き上げた直後であったという。死因は、感情動脈血栓症とされてきたが、赤毛のアン原作誕生100周年の年に、孫娘のケイト・マクドナルド・バトラーにより、本当の死因は、うつ病による薬物の過剰摂取が原因の自殺と、 公表された自殺説には、モンゴメリの伝記を書いたゲルフ大学のメアリーール病名誉教授による理論がある。グリーン・ゲイブルズ及び教会での葬儀の後、キャベンディッシュ墓地に葬られた。モンゴメリのコレクションは、ゲルフ大学に所蔵されているほか、プリンス・エドワード・アイランド大学にあるザ・エエ m モンゴメリー・インスティチュートが、モンゴメリ関連の研究や会議をコーディネートしている。モリーギレンは、 モンゴメリとマクミランが交わした40以上の手紙を元に、モンゴメリの、初めての電気、ザホイール・オブ・シングス、A Biography of エ m モンゴメリー、放題、運命の紡ぎ者を表した。1980年代初め、モンゴメリの全日記が、メアリー・ルビオとエリザベス・ウォーターストーンの編集で、オックスフォード大学印刷局が刊行された。 1988年から1995年にかけて D. ウィルムシュルストがモンゴメリの短編を収集して出版した。ユーアンは学生時代に患ったうつ病が結婚後8年目に再発、生涯回遊することはなかった。モンゴメリは世間に夫の病名を隠して看護を続けたが晩年は家庭内外の問題で振動が重なり、 モンゴメリ自身も神経を病んだという。二人の間には三人の男子があった。チェスター・キャメロン・マクドナルド、1912から1964、ユーアン・スチュアート・マクドナルド、1915から1982、そして1914年に死産したヒュー・アレクサンダーである。モンゴメリは、失明等に神経質であったことが知られる。 赤毛のアンライセンス曲に記載されている。日本語の表記は、ルーシー・モード・モンゴメリ及び、LM ・モンゴメリである。結婚後は、性が変わり、マクドナルド夫人となるが、筆名は、当然、変わることなく、LM ・モンゴメリーを用いる。他方、手紙では LM ・モンゴメリー・マクドナルドと署名している。名前に、こだわりのあるモンゴメリーは作品を、 ルーシー・モード・モンゴメリの名で出版することを嫌い、LM ・モンゴメリにしたいと出版社に希望した。友人たちは、モード・モードと呼んだが、父は、モーディーと愛称で呼んだ。1908年の赤毛のアン」の成功の後、1909年の第二作、アンの青春など、赤毛のアンシリーズ、アンブックスを含め生涯に20冊の小説と短編集を書いた。特に、 赤毛のンは何度も映画化され、40カ国語に翻訳されるなどの成功を収めた。赤毛のンは、日本では、1952年に村岡花子により翻訳、紹介され、主に少女たちの間で熱狂的に愛読された。後に、中学の国語の教科書に収録され、1979年に、世界名作劇場シリーズでテレビアニメ、 赤毛の案として放送された。モンゴメルの記事、プリンス・エドワードとを訪れる日本人観光客は多い。なお、少女期から赤毛の案を愛読していた作家の松本優子は、1990年代に原書で読み直したところ、中世から19世紀にかけてのイギリス文学のパロディが大量に詰め込まれていることを発見し、1993年に、 詳細な注釈付きの赤毛のン」の解約版を刊行した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。